今回は呼吸器超究極やります。でギミックが重力必須、地雷必須、属性効果超アップ、ボスと一部の敵は地雷でダメージアップ。もうこれギミックと、まあ、属性非属性なんで水使う、もうこれはソ接待だと思うんですよね。でマソも実は応援歌あるのします。あのマソマソ筋肉はマソってあの歌あるから、多分マソ接待そろそろ来ると思うんですよね。っていうかマソの扱いがやっぱりちょっとひどめだから、運営さんもそろそろマソ接待してマソの株上げとかないと良くないと思うんですよね。オリエンタルトラベラーズで来とるし、ちょうど今だからこれで欲しがる人も結構いると思う。ほらあれ歌なんかちょっと BGM 新規じゃない、へえ。で剣触れるのはこれ究極でもやってたしね。はいはいはい、あでもあクロスドクロ先に倒さないとダメタイプね。で互い蘇生、あーそっちも互い蘇生か。じゃあこうこうこう、はい OK でこれで倒しますので、なんか来ました。いやでも今んとこ反射接待っぽいよね。まあ貫通でもいけなくもないけど今んとこ。あでもこれはあどうだろう、あーなるほど、これ地雷持って殴らないとダメタイプのような気がするな。こう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 、やべくそ、いやこれあれこれ両方殴りきつくない？地雷だけでいいとかある？地雷だけでよかったらそれでいいんだけど。はい、あ地雷だけでいいのね。いやちょっと待って、地雷だけだと地雷だけと殴り足りねえ。いや EL 殴りでも足りないのか。いやこれがいや大抵のキャラは剣触れてからじゃないんだけど、マソはいけるよみたいな感じだったらマソ接待だったけど、はいはい、そうね、2殴り目が届かない。あの中心の数字なんかあれっぽいのがちょっと気になるよね。だからこう打って、はいはい、でこれはい、よし OK。 でも今のとこいやいい感じね。でこれでもしかしたら神脳接待の可能性もあったけど、今んとこそんなことなさそうな気がする。で剣と加速雑魚ある、まあ無難にこう打って、はいはい、これで横間で上がっていって、はいはいはい、で削ります。ん？地雷も出ない、ああの鬼倒さないとダメ系か。はいはいはい、そうね、なんか鬼倒さないといけない系な気がするなこれ。じゃあ鬼殴って加速して殴らなきゃいけない、で蘇生もします、攻撃もきます。よし SS 使うかSS 使っていいかな、なんか使っていい気がした。はい、せっかく運ばあるし、はいはい、いやでも意外と硬いなこれ。ではいはい、殴ります殴ります、でこれいきます。あ地雷ロボだったのね、高速で飛び降り自殺してんの。おしかもすげえいい感じには微調整ができてる。で多分というかおそらくこれはあれでしょう、あの両方というか、あの左と右で多分あれができてるタイプだから、こう打って加速、いやーどうだろう、これ地雷の動きと剣の動き、剣で加速して、はいはいはい、殴る殴る殴る、地雷持って殴る殴る、削る、はいはいはい、よし OK 倒した。多分右は2セットだと思うんで、ていうかそうじゃないときつすぎ、うっそ、え、これ4ヒット、4ヒットじゃねえや、まあ一応配置はできてるけど、それでも1対2蘇生みたいな感じなのかな。自強化入れていけるかな、はい、自強化だとワンパンみたいな、はい、お、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。多分これ本当はもっと多分別のやり方だろうけど、まあここはマソが強いということで、まあマソ接待だからねこのクエスト。いやでも初めてマソ接待来たな、2週間の2週間の接待だけど、2週間終わっちゃったらもうこれ降臨しなくなるもんね。あやべ、マソ接待終わった気がするこれ。いけるかな、はい、あいけるいける、全然いける、全然いけんじゃん。なるほどね、見た目だけ貫通の、これは多分あれね、放電使うとすごい強いよみたいな。まあこのボス内部弱点すごい気になるけど、まあそこは気にしないことにしよう。
貫通強すぎ、これ振動せ、いや、道中、ここからは振動接待になるの、いや、ちょっと待って、これ、まあ確かに、まあ道中魔素でやって、まあここから振動が活躍してくれるみたいな、いや、そういうスタイルで、ちょっと今回やっていきなさいよ、みたいな、そんな感じできっと、はい、はい、はい。で、これで SS 短縮して、まあすごい打ちやすくなりました。で、これで加速もすぐできます。で、ブーストもかけられるようになったから、これで魔素の強さがさらに際立つ。これで、はい、地雷出ます。で、これで加速して、で、回復 M もあるから、まあ、この辺はあれね、これの強さ出てる。はいはいはい。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 やべえ、糸もたやすく、さっき SS めちゃくちゃ使っても削り抜けるやつがありえないぐらいの速度で、振動が削ってるんですけど。はい。うわ、もしかして前座だった振動は。でも、あれだもんね。いや、青木の戦いも、初めの一歩の青木の戦いも割と、名試合多い気がするんだけどな。青、事前座とはいえ、はい。これ、はい、横顔で倒します。いや、でも、ここから頑張ると思うんですよ、マソは。ボスが内部弱点の予感プンプンするけど。いや、多分、ここからマソはきっと輝いてくれると信じてる。多分、外弱点。お？逆に弱点なしパターンじゃない？ほい、ほい。ほい。ほら、放電じゃないや、なんだっけ、長距離貫通フォーミングが今すごい役に立ってくれたから、多分今、マソのおかげで、マソいなかったら、多分倒せてなかったね。で、これで、まあ、あ外弱点っぽくない？いや、これは多分マソ接待でしょ。これは、だから、剣拾って、地雷殴って、はい。まあ、これは、はい、はい、はい。あ。まあ、これが多分貫通の限界ですが、反射のマソだったら今余裕でいけてたね。これ持って、こう打って、だから貫通だとめちゃくちゃめんどくさいけど、反射だと、はい。ほらね、魔素だからできた頃、これもう、振動にはできない。で、これいきます。お、今なんかすごい長いベース、これは将来、これは将来あれに来るかもしれない。なんだっけ、友情に、調教超ロングブレスみたいな。あ、そうか、剣拾ってからじゃないと本領発揮できないから、はい。剣拾って、こうぐるっと回って、はい。お、強っ！いや、これが、あれですよ、マイスイエルパワー。マイスイエルだけど、攻撃力3万7000、こっちは4万だから、1.1 倍今より強いってことでしょ。まあ、外側殴っても強いというところを見せましょう。はい。はい。で、今弱点殴ったんで、多分結構ゲージ飛んでると思うんですよ、マイスイエル。これはもうマソしかできない。どうでしょう。ほら、これマソにしかできないぜーんってこれ、はい。とりあえずこれはじゃあ、まあ、これ殴って倒して、はい、はい、はい。あれ、全然削れてなくない？ちょっとマソさんじゃないや。新郎さんどうしたんですかこれ。はい。で、これは、はい。ほら、新郎さんどうしました？マソなら倒せましたよ。ほら、ほら、どうしました新郎さんどうですか？これでいきます。うおぉめっちゃ邪魔やべえ反射潰れに来てるごめんなさい、しんどさん今からちょっと助けてくださいこれめっちゃ潰しに来てんじゃんマソまあ、これ2個拾って、剣拾って弱点殴るのが多分いい。あ、ちょ待って、ブーストかけたいな。いやでもこれ多分速度アップあるから結構強いと思うな。はい。はい、はい。で、これで、はい。で、これで加速して、まあ、みんな、はいはい、オッケーオッケー。で、これで地雷持ちながら来ました。でも、1P のマソもね、地雷持ってるんですよね。これ、役に立てたいな、できれば。剣雑魚いない。剣雑魚いない。SS 使って虎ワンパンできそうな気はちょっとするけど、まあできれば、マソの SS で倒して、マソ強いよっていうところを皆さんに見せたいもんね、できれば。はい。はい、で、これで殴って倒します。まあ反対側もこれちょっと、あれだな、お世辞できないな。もうこれはもう、あれ、神王の放電のおかげで。まあ神王も1体くらいなら入れとくと役に立つんじゃないで。これもだから、加速するから、結局、こう打って、はい、はい、はい、地雷持って、はい、倒します。あ、そうか、虎も角にいるんだっけ。はい、はい。あ、で、剣雑魚出てきて、ここから虎3体処理しなさいよ、みたいな。どこに虎来るこれ。あ、3体並んでんのかなこれ。はい。うわー、これちょっと手間だぞ
いや、この配置の虎結構手間じゃない？いや、これは、マソにしかできない、あ、ちょっと待って、これ、地雷イエル殴りしなくても、多分これ 4P のマソでいける、4P の進路でいけるな、多分。変なことしなくても。できればラスゲに取っときたいので、SS 取っときたいので、はい、はい。これ、はい。おおほらほらほら、進路さんどうしました？マソにできましたよ、雑魚処理が。もう進路はもう活躍させませんよ。これ、トト弱点でしょ、マソの接待でしょ。はい。もう進路さんには何もさせません。進路はもうブースト係ですから、はい。で、これ今、1.8 倍のブーストかかってて、さらにここに、レプリカブースト。じゃあ、レプマソブーストがかかって、多分強いんですよ。うわぁ、これどうしようかな。剣拾って、剣拾って、こう打って、で、戻ってきて1回弱点を殴る。これで多分、あ、じゃあ危ない。あ、そうか、SS もあったっけ？じゃあ SS でいいや、レプリカさんどんまい。で、これで、こう打って、剣雑魚を殴って、戻ってきて弱点を1回殴りできれば多分、マソワンパンみたいな。とてもマソすごいよ、みたいな。はい。どうだろう、もういい。あ、いや、おほら見ました。そう、ちょっと角度見れ番したけど、多分一回弱点殴れたでしょ。スローで見せるか分かんないけど。ほら、マソは、マソの EL が今すごい今回輝いてたパターンで、よくいや、本当にマソ接待だったら実際マソ来ると思わないけど、でも、神王、まあ、神王も貫通で、まあ、ちょっと雑魚処理に神王いりますよ、みたいな。まあ、神王じゃなくても、まあ、貫通1体、1、2体連れてたら、まあ、この道中の、なんだっけ、あの、炎章とかのあの雑魚とかも倒せてすごい楽ね、みたいな。まあ、まあ、素絶対は変わんないけどね。はい、じゃあ、それだけよ。